はいどうも、水溜りボンドです。お願いしま す、ね、毎日を頑張っていきましょうというね、頑張っていきましょう。はい、はい、今日は何ですか。これはもうみんなちょっと期待していいと思います。これちょっとね、いや俺らの夢かける夢みたいな。今日これですね。何ですか。砂鉄です。砂鉄 100g。 ああいいよね。これが砂鉄ですよ。夢あんな、やっぱやっぱ砂鉄最初から光ってるもんね。ピカピカ、もうザッてやっていいよ、ダイナミックに。あーいいね。でも本当に全部砂鉄だね。うん。結局今日何をやるかというと、これやんなきゃよかったな。やんなきゃダメなんだよ。つけるやつやんなきゃよかった。砂鉄って砂って入ってるんで、砂を水で濡らすと泥になるじゃん。そうだね。ってことは泥鉄ってことじゃん。濡らしたあの濡らしたら泥鉄ね。うん、そう分かる。それが固まったら泥団子じゃん。鉄どこ行ったの。鉄泥団子になるっていう。砂鉄で泥団子を作ったらいいね。くっつくか、面白いね。球体がさ、これペッてくっできんのかな。その時やってみなきゃ分かんないから。やってみます。まず泥になんのかっていうところまでして、あでもこんなもんだろうな。あでもあ いくぞ。いきますよ。早くって、さっきこんなんですよ。当たってる？当たった。髪の毛抜かれた人じゃん。このでけえやつ、うん、いきますよ。何が怖いかって重くなっちゃってることなんだよな。あ、でもちょっと力が感じる。マジ？お、え、なになに。あ、さっきよりは確実にある？あるよ。挟め挟め、よし、いけ、持ち上がれ、よっしゃえ、それ何？これは挟む力って奇跡じゃねえかよ。同じ大きさだっただけじゃねえか。触ればわかるけど、くっついてる。あれ、あ、マジ、うん、感じるね。感じるよね。はい、ということでね、砂鉄泥団子、はい、作ってみましたけど、うん、つかなかったね。微妙なとこ。でも磁力は感じる泥団子はできたから、ね、ちょっと面白いかもしれない。もうちょっと工夫すればいいんだろうな。はいはい、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。え、マジ43,462円。買ったの？買ったね。アプリの名前がモーストエクスペンシブアプリ、アイコンがダイヤモンドで、なんとそのこの人にメールしたんですよ、うん。